ジョルジュ・ブラック・ジョルジュ・ブラックはフランスの画家。パブロ・ピカソと共にキュビスムの創始者の一人。ピカソよりも画家としてのキャリアでは劣ったが、絵画における発明の際はピカソも一目を置いた。第一次世界大戦を挟んで画風は一変するが、生涯にわたって絵を描き続けた画家である。仲間から白い黒人と描写されるほど体格が良く、また好んで、 スーツを着るハンサムであった。セーヌ川沿いの町アルジャントゥイユで生まれ、ルアーブルで育った。少年時代は、家業のペンキや装飾画家の見習いをしながら、1897年頃から1899年まで、ルアーブルのエコールでボザールで夜に絵を学んだ。1900年にパリに出て、モンマルトル界隈のトロアフレル通りや、ルピック通り周辺に居住した。 兵役に就いた後の1902年から美術学校に通う。初期の頃はアンリ・マティスの影響を受け、野獣派に近い作品を制作していた。1907年、サロン・ド・オトンヌでセザンヌの記念会古典を訪れ、また同じ年の11月には詩人ギオムやポリネールと共にピカソのアトリエを訪れ、アビニョンの娘たちを見たことで衝撃を受ける。偶然ではあるが、ブラックは、 セザンヌとピカソの絵画に、ほぼ同時に影響を受けることとなった。以降しばらくの間、レスタックとパリを往復しながら、絵画制作に取り組んだ。1908年、セザンヌ的な風景画をブラックは、数点残した。しかし、セザンヌに影響されたとはいえその作品は、セザンヌとは全く異なるものである。後に、マティスに、小さなキューブと評される。 レスタックの家々やブラック最初のキュビスム的作品と言われる家時もこの年に制作された。この時期の絵画で非常に興味深いのはセザンヌ的な構図ながらキュビスム的であるということである。家時を例にとればセザンヌの風景画のように落ちこちのダイナミズムの強調のためか手前に木を排しているが家自体は単純な立方体で表現されているのである。 ピカソがアフリカ芸術への取り組みからキュビスムへ発展したと言われているのに対し、ブラックはセザンルへの取り組みからキュビスムへ発展したのである。これは後にキュビスム絵画を展開するにあたって大きな意味を持つこととなり留意すべき点である。そして1909年の冬から春にかけて、ピカソとブラックは初めての共同作業を始めることになる。1909年、 ブラックはパリで2点の作品をサロンへ出品した。この時初めてキュビスム的絵画が大衆へさらされることとなり大きな噂となる。実はブラックやピカソの絵はこれよりも少し前から公の場にはあまり出ていなかった。なぜならドイツ人画商ヘンリー・カーンワイラーが彼らの作品をコントロールしていたからである。彼は求心的な画家をいち早く抱え込み、 彼らの作品を自身の画廊に展示していた。サロンへの出品を止めるよう悟しながら安定的な報酬を画家たちに約束したのである。そのためブラックやピカソラをギャラリーキュビスト、その他の追従的なキュビストたちをサロンキュビストと区別する場合もある。前衛芸術を擁護した詩人アポリネールがその垣根を超えたキュビスト同士の交流を促進させたため、 その後、厳スむという芸術が広く認知されるようになっていった。それまで遠近法を用いたアカデミックな芸術に慣れ親しんでいた大衆たちは、突然の新しい芸術に熱狂した。しかし、それが、必ずしも歓迎されたわけではなく、レジェやドローネーらがサロンへ出品して、世間の関心を集めて大騒ぎされてしまうと、それが影響してか、ブラックやピカソはますます秘密主義に、 なっていってしまったのである。だが彼らサロンキュビストたちのおかげで、キュビスムが名声を得ていったことは指摘しておかなくてはならない。作品をしばらくパリに飾らなかったこの間、カーアン・ワイラーは海外で彼らの作品が展示されるように図らっていた。そのおかげで、モスクワやニューヨーク、ミュンヘンなどで彼らの作品が展示された。このことが世界的にキュビスムを知らしめることとなった。 その頃、色彩を抑えたやや難解な分析的なキュビシムの作品が制作されていた。ブラックもピカソも1911年前後、作品に文字を挿入することがしばしばあった。対象となる生物に新聞を用い、そこから文字を抽出して作品の中に配したのである。明確で現実的な文字を挿入、参照することによって、ある意味では、 難解な作品を抽象画ではなく地に足がついた現実的な具象画であることを主張したとも言えるし、また逆に挿入された現実的要素が難解さと相まってより抽象画のように見せもした。また1911年からブラックはブドウの房やバイオリンが登場する作品を多数制作した。それから翌年の1912年頃からブラックは カンバスの一部に丁寧にキメを描いたり、絵の具に砂を混ぜるなど、後のコラージュやパピエコレに通ずる作品を制作した。そして最初のパピエコレの作品、果物皿とグラスを制作する。戦争の兆しが強くなってきた1914年の前半は、ブラックはピカソとパリで作品を制作していた。しかし、第一次世界大戦が勃発し、ブラックが出生してしまうと、 長らく続いたピカソとの共同作業は途絶えてしまう。もちろん出生から帰国しても、ドイツ人であったカーンワイラーからの援助は全くなくなってしまった。しかし1917年、ブラックは制作を再開する。軍属でもあったが、ショーレオンス・ローザンベールと契約したのである。その後の1919 19年に、ブラックはローザンベールの画廊で古典を開いた。 ブラックはすでに大戦以前のキュビスム絵画とは決別していた。1920年代に入るとサロンが復活した。その頃からブラックは落ち着いた生物画を多数制作している。1918年から1942年までの間、特に小型円形テーブルの連作で幾何学的な絵画から色彩豊かなスタイルへ進展していった。 学府や書籍の挿絵も手掛け、1930から40年、前後は黒や灰色、茶色を主体とした生物画を手掛けた。1963年8月31日、パリで死去。参考文献。ありがとうございます。